ジで眠たい、やっちゃった。そう、ホテル変わったの。ううん、今日から別のホテルにやってきました。こんばんは。え、そう、ベルちゃんの、うん、ベルちゃんのグッズが、グッズが販売されまーす。ベルちゃんのグッズが販売されます。今日出たね、舞台のグッズ情報が出ました。アクスタもあったし、ブロマイド写真もあったし、うん、ぜひぜひゲットしてください。レアなのでね、ベルちゃんグッズ可愛かったよね。アクスタなんか私だけ片足上げてた共演者の方の中でも私だけ片足上げて、衣装もさ、やっぱちょっとさ可愛いけどさ、アクスタも一人片足上げてそう、いや、アザベルしてた本当に可愛さがね出てましたね。なんかでも足上げたショット撮ってみようみたいな感じ言われて、あ、で、あんまり私さ生写真とかでも足上げんのんよ。あの STU の撮影でもね、あんまり足上げて撮ったことないから、多分だから足上げアクスター最初で最後なんじゃないかなと思いますあのベルちゃんのアクスター片足上げてピュンって立ってる、あの格好のアクスタ多分最初で最後な気がする。めっちゃレア。うん、本当に普段ね生写真とかグッズ撮影、 STU の撮影の時も上げないし、多分今後も上げないと思うからレアです。そういう意味でもレア。アンパネルはたくさん手が好きで A1、 あ、そうなんだ。そっか、 A1 ってどんぐらい、想像つかないわ。隅しか見えない病にかかってる、嬉しい。一生病にかかっててこんばんは。あ、まかりげんちゃん、え、ありがとうね、ありがとう、5時ぐらいから来てくれてありがとうね。また会おうね、絶対。おやすみん。そう、あ、待って、タワー、はぁ、しんごさん、え、今日で大阪リアルで集め始まり始めましたし、1年記念日、嬉しい。待って、めっちゃ可愛いし、このギフト指輪じゃないか。待って、嬉しい、しんごさん、たまありがとうありがとう、え、嬉しい、ありがとう、1年記念日おめでとう、お互いに嬉しい。早いね、そう思ったら。そっか、あっという間だね。ありがとう、かわいい。そっか、ジューンブライドなんじゃ。ありがとう、変わらず今もこうして配信見に来てくれたりね、いろいろパインの絵文字もつけてくれて変わらず好きでいてくれて、あずみんは嬉しいです、本当に。最近さ、
マジでさ、全然会えてないからさ、っていうかもう冬ぐらいから会えてないからさ、結構会いたいので、会いたい病にかかりそうなので、会おうね、絶対に会いに来てください。会いにも来てほしいし、会いにも行きたいな、絶対絶対早く会いましょう。ありがとう、しんごさん、ありがとう。だわ、またちょっと広島帰ったらお礼するけん、お礼待っててね。ありがとう。こんばんは。ブロマイドは、いや、チェキじゃない、普通に STU で言う生写真みたいな感じだった。うん、あ、新聞紙、それは大きいわ、大きいね、なんか飾れんね、お家大きすぎてどこに飾ろうって。でもいいじゃん、だって等身大の安住よりも下手したら大きいですよそれもしかしたら等身大の安住よりサイズ大きいかもしれない、その A1。 A1 だから、そんなのがお家にやってきて、うん、あずみんと見つめ合いっこしながらできちゃうって思うと、誰かしてみてほしいですね大きいあずみんとおうちでにらめっこ。こんばんは。今日はね、今日は長尾梨央ちゃんとお出かけしてきましたお出かけしてきました、可憐なアイボリーの長尾梨央ちゃんと。マジで嬉しかった、ほんまに久しぶり。久しぶりで、ずっとね、東京来る前から、あ、予定合わせて会おうねって約束してて、それでそう無事予定合わせで、りおちゃんもね結構忙しかったんだけど、なんとか予定合わせて会えたの、本当に嬉しかった、マジで久しぶりだった。めっちゃいろいろね語り尽くしましたね。うん、あ、ありがとう、名写真ありがとう、そう送った、東京もね案内してもらって、そう、まさかのリオちゃん。お、衣装店展示会昨日行ってきたよって。いいな、めっちゃね行きたいよそれ、私も行きたかったけどね行けれないんだよね、もう広島帰ってきたらね終わってるんよね、ショックです。で、車検さん警護機関で仲良くなって言っていますかって、エイトさん、でもで、あの役的にすごいなんか親しい役が多くて、それで言うとゆうきちゃんっていう子、山崎ゆうきちゃんってことは仲良くなりました。アッシュはねアイドルでもなんかね、アクターつく広島っていうのは歌とかダンスを習うスクール、なんか習い事
教えてもらうレッスン、歌とダンスのレッスンがあるスクールっていうだけで、で半年に1回発表会みたいな披露する場があって、週末レッスンあってみたいな、そういう本当に習い事だけど、その中のスプラッシュっていうそのスクール内ので結成されたアイドルユニットっていうのに入ってたの、その長尾梨央ちゃんとっていうね。だからアッシュがってわけでは、そうなかったりするんだけど、まあ難しいんだよねそれがね。そうだから古く昔の戦友っていう認識でいてくれたら嬉しいです。戦友であり友達だよっていう、そう。こんばんは、ありがとうございます。ギフトもたくさん、え、カレーの上パクチー、いやそうなんよあれなんだね、パクチーって。私初めて食べたパクチーをいや好きじゃないパクチーパクチーなんだやっぱり。あれなんか今日ねお昼にねカレー食べたいの、お昼にカレー食べて、そう草が乗ってたんよ、いっぱいきゅうりと草が乗ってて上に、サラダかなと思ってそうサラダかなと思いながら普通に食べたら、何これと思って、初めての味みたいな味がして本当に、え、草本当に草食べとるんかなって思ってしまうぐらいの味がして、そうびっくりして、でも分からんくってそれがこれが何か分からんすぎて、もうただただ無心になってその草を食べたんですけど、まあキュウリがあったから、キュウリとまだカレーがあったから自分をごまかしながら頑張って食べた今日あれがパクチーなんだ、パクチーってあれなんだね。じゃあ私パクチー苦手だわ、食べれない好んで食べようと思わないですね、もうパクチーあんな味なんだね。あれは苦手っていう人多いの分かるわ。うんね、あれはちょっとまだ早かったちょっとあずみんにはまだ早かったかもしれないって思ったパクチー、うん、あかんねえ。あ、ゆうきちゃんの曲なんで、そうなんだ、嬉しい、ゆうきちゃんのファンの方なんだね。ね、パクチー記念日だよ。大人の味すぎた、ちょっと、うん、あまりにも。そうなんか草食べたことないけど本当に草を食べてるようだった。そうちょっとうまみは出なかったかも、パクチーに。バットミンぐらいかも私の心はバットミンぐらいでした。うん、クセ強だったね。お待たせま、ぜひぜひお世話になってるから、ゆうきちゃんに。あ、カレーにも入ってるっちゃ入ってるんだ、調味料的なのに。俺たちの顔だって本当に初めて初体験だった。え、聞いてください
今日さ、やっぱ東京って、東京っておしゃれやなって思ったのか。そのね、行ったんですよ、お昼ご飯カフェしたところが結構おしゃれな場所で、で席ついてよしって思って、メニュー表見たら、もうね、想像がつかないの、食べ物のメニュー表、メニュー表の名前がおしゃれすぎて、全部そう、パスタもパスタと書いてないんですよ、なんかね、なんとかチーネみたいな、なんとかポーネみたいな、パスタっぽい名前でもなくって、リングライトみたいな、かそんな感じの名前なの。そうで、全部一個かろうじて分かったのは和牛バーガーとイエローカレーでした。私が食べたイエローカレー、そうか、リオちゃんとこれ味の想像つかんねって言って、あ、そう、リングいいね、それ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 、そう、分かんなくって、だから普通にネットでお店の名前検索して出てくる写真を見ながらとこれ照らし合わせて、あ、これがこれの食べ物かもみたいなやりながら注文するっていう、そうそうそうっていう注文でした。難しかった。で、そう、結果バクチー引き当てた。そう、文字だけだったの。よし、じゃあ誕生日まし、13位、ラブリー48&46 さん、ありがとう。12位、影37さん、ありがとう。11位、今井無吉さん、ありがとう。10位、ぬしーさん、ありがとう。9位、さくさん、ありがとう。8位、くまたかさん、ありがとう。7位、ケスティンさん、ありがとう。6位、奈良西さん、ありがとう。5位、たくあんさん、ありがとう。4位、ポチーさん、ありがとう。3位、ディオさん、ありがとう。2位、コウスケさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルル、バン、シンゴさん、ありがとうございました。ありがとう。じゃあ、ねえねえあずみんであります。せーの、出た、ねえねえあずみんって言ってください。せーの、おやすみんです。頑張るね、明日から、明日からね、そう、明日から、明日からついに、バイバイ、おやすみん。